はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。11時です40分ですね。2月は18日の土曜日でございまして、ロイターですね、米国防総省の中国担当高官台湾に到着 FT というのがございまして、これはですね、17日、6時46分午後ですね、に出た記事でございまして、ちょうどその時間というのはですね、私がこの事務所を出るぐらいの時間ですね。はい、ちょっと読みましょうか。1分で読むと書いてありますので、多分短い、いきましょう。A 氏、フィナンシャルタイムズは17日、関係者の情報として米国防総省マイケル・チェイス副実感補、中国担当が台湾に到着したと伝えた。副次官補ですから、どう局長級でしょうかね、日本で言えば。FT はこれより先、チェイス氏が数日中に台湾を訪問する計画と報道。しかし台湾の定位が旧やったかな、旧国政国防部長、各国防省は17日、米国防総省高官の包帯計画報道についてあまり確実でないと述べていた。というか、もう確実でもそれを言うと中国から余計な邪魔が入ったりするかもしれないんで、言わなかったら投げちゃいますか。台湾国防部と米国国防省にコメントを求めたが、現時点で返答はない。中国外務省の汪文斌報道官は会見で、米国と台湾の高官往来や軍事関係に断固反対すると述べた。昨年8月に米議会下院のペロシ議長が訪台した際は、中国は強く反発し、台湾周辺で大規模な軍事訓練を実施したと。まあ、これだけです。最近、まあ、これはですね、副次官補なんですけど、いわゆる、もうすぐですね、新たにですね、今の下院議長ですねが訪台すると言われています。で、閣僚級もですね、ちょろちょろと訪台していると、台湾を訪れていると、どんどんきな臭くなっています。アメリカと中国、台湾と中国はですね、どんどんきな臭くなっていまして、もうね、どう言いましょうね、中国の台湾オペレーションがですね、いつ起こるのかというレベルになってきましたね、今。で、早いと言われてまして、もう24年説、来年説とか25年説、27年説、28年説という諸説ありますけども、まあ、いつになるかはですね、習近平の、ね、腹次第ということになります。で、さっきもですね、ウクの話をしたんですけど、何のメリットもないんですよ、中国にとって。何のメリットもない。今、台湾という存在がね、中国の国家存亡のですね、何か危機をもたらしているかというのは全くなんもないわけでしょ。で、台湾を分取ったところによってですね、中国がですね、ものすごくメリットを得るかというと、そうでもないわけ。別に何の資源もない島ですよ。パイナップルが取れると、まあ、そういうことありますけども、まあ、そのレベルで、まあ、言うなれば TSMC という世界一のファウンドリーの本拠ですから、それを分取れるわけですけども、分取ったところでね、そのまま全部そっくり TSMC が中国の会社になるとは限らないわけであって、そんなもんね、どう言いましょうね、人とノウハウと、まあ、機材ですけど、機材分取ったところでそれをうまく使えるかどうかは分からないわけですね。つまりですね、非常にこう、それを分取った、全部台湾省にしてしまったところでですね、中国側にはですね、大して利益をもたらさない。割には世界中から睨まれるわけですね、ロシア以外の。ロシア以外の世界中から睨まれて、制裁を受けてですね、今後投資をしてもらえなくなるわけですね、中国国内には。だから合理的に考えりゃ、何の意味もないんですけども、習近平にとっては意味があるんです。
これ極めてプーチンと同じでございまして、プーチンはですね、歴代ロシアのピョートルですか、ドイツ読みですけどね、あれに並ぶようなですね、皇帝に、歴史的な皇帝になりたいわけですね、プーチンは。レーニンとかピョートルとかあの辺に並ぶようなですね、皇帝になりたいという思いがあるわけ。習近平はですね、毛沢東と並ぶですね、建国の父になりたいわけですよ。父か母か知りませんけども、なんかそういうのになりたいわけですよ。中国の統一を完成させた指導者ということで歴史に残りたいわけですね。それだけ、しょうもなっていう感じでしょ。僕らが見たらしょうもな、頼むわ。そんなことのためにね、何万人もの人間がね、こう寿命を全うできなくなるっていうのはね、もういかにも不合理なんですよ。不合理非合理で、こうアホなことをですね、暴挙ですね。でも習近平はそれをやりたがる、やってものすごくやりたがってます。なんで習近平にはその理由があるわけです。だから彼はですね、彼の意思次第でこうその台湾は始まるんですよ。いつ始まるかはそんなよう知りませんけども、習近平はそうやって行くでって言った時には行くわけですね。あとですね、なんて言いますか、今ね、中国国内というのはね、非常にね、こう社会不安が広がりつつあるわけですね。コロナはなんとか収まってるみたいなんですよ、不思議なことに。収まってないかもしれませんよ、報道がないだけかもしれませんけども、報道は来ないんですよ。一気に田舎にですね、広がってですね、みんなその大変なことになるんちゃうかと、私は1000万という単位でですね、人があっちゃがに行くんちゃうかと思っていたんですけども、なんかそのあれですね、あんまり騒動が伝わってきませんね。よう分かりませんけども、で、まあ、コロナが収まってもね、その時にですね、経済的な不安がですね、広がってるわけですね。で、もう、なんて言いましょうかね、経済成長していないんですよ、今の中国っていうのは。それよりも、これからですね、長い長いですね、バブル崩壊後の不況、日本は20年とも30年とも言われました。まあ、中国はもうちょっと早いと思うんですけど、それのちょっと長めの不況に突入するわけです。とするとね、どうなるかというと、多くの人が将来に将来希望を持たなくなるんですね。希望を持たなくなるんで、どうするかというと大敗的になるわけですよ。それでこの反政府的になるわけですよ。街に出てね、抗議をしなくてもですね、なんか知らないけどですね、共産党の支持率っていうのはそんな出ませんけどね、でも下がっていくわけですよ。だん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 習近平が悪いんやという話になっていくと、習近平は焦ってですね、よっしゃ俺は台湾行くぞって、ってなる可能性が僕はあると思います。まだね、そこまで危機的状況ではなさそうですけども、今後ちょっとね、もう経済成長をしなくなった中国というのはですね、いろんなですね、社会的な矛盾が全部吹き出してくるんですね。そうなった時に、習近平君、起死回生、この一挙に出る可能性がゼロとは言えないなと。で、そうでなくともね、習近平君ね、ものすごい勘違いする人間なんですよ。だってわけわからんですね、一帯一路とかやっちゃうわけでしょでわけわからん南太平洋の国にですね、投資してみたりするわけでしょ。何をやってんのって話ですよ。で、南沙諸島だってあんなもいつね、ガスが出るか、ガスが出せるのかって、ガスがあるから言ってるんですけどね、尖閣もそうですけど、そんなんでいつの話やねん、お前来てるうちは無理ちゃうかと、それ言ってるわけですね。だから人の行動というのはですね、合理的な説明がつかないことが多い。なんで、変な話、いつですね、その彼がですね、よっしゃ行くでというふうに人生の賭けに、人生の賭けっていうのは、まあ、中国国家の賭けですね、に出てもおかしくはないんですよ。おかしくはない。で、こうやってアメリカがですね、台湾と仲良くして、そのうちですね、台湾が本気でですね、独立しようなんていうことになってくると、やばいなという気がします。台湾は来年総統選挙があります。
これに中国は全力で介入してくるはずなんです。もうしてると思うんですけど、あの国民党から総統を出すか、今の民進党から出すかによってえらい変わると思うんです。ここでですね、民進党が再びですね、再びというか、まあ継続して総統を取ればですね、ちょっとやばいかなという気はしますけどね。逆に国民党が取ってしまうとですね、これはですね、平和的に統一しようという流れになるから、ちょっと遅れるかもしれませんね。まあだからちょっとね、来年はですね、いろんな意味で選挙イヤーですね。台湾の総統選挙、アメリカの大統領選挙、お隣さんの国会議員選挙と、まあ私から見ておもろい選挙がやっぱり続くわけです。はい、このロイターのページを一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございます。